きチャンネル。こんにちは。月曜日です。総チェック。はい、ということで皆さんお待たせしました。ちょっと遅くなりましたけども、これはちょっと里崎に原因がありまして、月曜日今日ですね、朝のもう9時からですね、あの宇都宮で、公演がありまして、それが終わったですね、終わってすぐに新幹線でとんぼ返りしましてですね、東京に、そのままフジテレビでですね、ちょっとジャンクスポーツの収録がありまして、そのジャンクスポーツの収録にそのまま行って、で今夕方終わってですね、帰ってきましてですね、今夕方からちょっと総チェック撮ってますので、そこから編集してってなるとちょっと遅くなりましたけども、すいません、なかなかね忙しくやってますけど、でもしっかり総チェックね、しっかり見て、解説しますのでね、時間は遅くなりましたけども、質何も変わってません。安心してください。しっかり解説しますよ。はい、ということでね、今日も総チェックお伝えしましょう。ということでですね、まずはパリーグから。ソフトバンク対日本ハムね、18日8対0ソフトバンク、19日3対2でソフトバンク、そして20日、4対6で西武ということで、ソフトバンクのね2勝1敗というところで、まあね、ソフトバンクね最低でもね2位に行きたいっていう中でね、ここしっかり勝ち越したっていうところは非常に大きかったんじゃないでしょうか。まあ、18日ね、その中で、8対0ソフトバンク先発石川修太、9回127球ノーヒット、初三振、三四球一デッドボール無失点、ノーヒットノーラン達成、素晴らしい。ビッググーからのスパイラルの流星で内野、素晴らしいね。だからまああの2登板前ぐらいかな、だから8月2日の登板ぐらいから、あの腕をねちょっと横よりもちょっと縦気味に振るように縦に上げて、でそれによって制球が安定したっていうところと、あのパワーカーブのあの精度っていうのも上がったような感じがしてね、まあ本人もそういう風に答えたけども、このね2週間前ぐらいからのこの投球の変化ね、投球フォームのこれがね、このノーヒットノーランにつながったっていうところもあるし、守備でもね、結構好プレーあったなっていうところでは、非常にね、ノーヒットノーラン。昨年もありましたけどね、今年初のノーヒットノーラン。本当に、素晴らしいと思います。で西武先発ね、平。4回109球、9安打5三振、3四球1セットボール7失点と、もうこちらはね、ちょっと撃沈したかなっていうところで、ソフトバンクはね、2回表、ね、先頭近藤がね、2ベース、中村フォアボール、ノーアウト1塁から、栗原セカンドゴロになるけども、柳町がね、センター前の先制タイムリーヒット。で、これで終わないで、今宮センター前。で、ワンアウト満塁から甲斐デッドボールの三森ライト前タイムリー。で、牧原がね、犠牲フライからの柳田のタイムリーヒットっていうところで、4番から始まってね、打者一巡ね、下位打線もしっかり上位につなげて、しっかり5得点。で、3回には栗原のホームラン。で、4回にはね、栗原のまたタイムリーね。で、6回もダメ押しの柳田のホームランっていうところで、打線はね、打たなきゃいけないし、クリーンアップがしっかり打って、で、下位打線から上位へっていうところでね、そこで打線が途切れないで、しっかり上位に、打線をつなげて、一気にビッグイニング。で、ピッチャーはね、投げたら石川ノーヒットっていうね、もう完璧な試合展開っていうところでね、最高の試合でしたね。で、続いて、19日の試合っていうところで、ね、3対2ソフトバンク。ホームラン合戦。からのっていうね、ところで、いきなりソフトバンクがね、先制っていう中でね、三森が、ライトスタンドで、先頭打者ホームランで先制。で、4回にはね、西武、中村拓也、そしてペイトンの連続ホームランでね、2対1逆転。で、その中でね、ホームラン合戦した中で、5回裏、ソフトバンクの攻撃ね、先頭中村センター前ヒット。で、今宮は基地送りバントを決めて、9番に入ったね、キャッチャー谷川原、ね、レフトで同点タイムリーツーベース。で、ワンアウト2塁から三森がライト前ヒット打って、ワンアウト1、3塁からね、セーフティースクイズ成功っていうところでね、よく初球でセーフティースクイズ空振りしたけどね、よく谷川も戻ったっていうね、ところはあるけども、まあそれもあってね、2球目もね、セーフティースクイズ連続でやるんだけども、この谷川のね、スタートがめちゃくちゃ遅れたわけ。まあ仕方ないよね、空振りするかもっていうのがあるからね。めちゃくちゃ遅れたけどもね、牧原のセーフティースクイズの角度めっちゃ良かったね。あれね、ピッチャーゴロの置いてた 100% アウトだったけども、しっかりファーストの方に角度つけて転がして、谷川もね、ちょっとスタートね、まあその前の空振りっていうのがあったから、スタート遅れたけどもね、しっかりヘッドスライディングで、滑り込みだっていうところでね、まあ、このバンドのうまさっていうところもありったけど、初球空振りしてごめんねっていうところでね、しっかりコースめがけてやってヘッドスライディングっていうところではね、完璧なスライディングでもう勝ち越しっていうね、まあ、最高の流れ、ホームラン合戦からのテクニカルな最高の流れっていうところで逆転。で、その中でね、西武としてはね、これ8回ね、先頭渡辺が、ピッチャー松本に代わって先頭フォアボールね、ノーアウト一塁から一塁ランナー長谷がね、ダイソーが出てきて、キャッチャー古賀がね、送りバンド失敗っていうところでね、ファールフライアウトね、ピッチャーフライっていうところでバンド失敗ね、でその後ね、後続も代打栗山三振、蛭間三振ということで続けず無得点ね。
で9回にも源田、マギドンと、ね、連続ヒットでノーアウト1塁のビッグチャンスを作りながら、中村三振、ペイトン、ね、ライトフライ、そして殿崎ショートゴロっていう形でね、クリーンナップが威力発揮できず得点できずっていうところで勝ちチャンスさあったけどね。でもこのね、ソフトバンクがここからきっちりバント決めた中でね、西武はバント決めれずっていうところもあるし、こういう細かいところがね、結局1点差になったかなっていうね。で西武先発ね、与座、6回96球5安打2三振1デッドボール3失点と、まあ、前回ねちょっと失点ね多かったっていうところもあるけど、しっかり修正したっていうところでね、非常に良かったと思います。で、ソフトバンク先発バンドね、6回92球3安打5三振無四球2失点というところで勝ち投手ね、若干変化球ともともちょっと立ち上がり球高いかなっていうところが気になったけどもね、まあ勝ち投手になったっていうところで非常にねグッピッチね。そして、20日の試合4対6でね、西武っていうところで3連敗は阻止っていうね、ソフトバンク先発ね、高橋で1回3分の140球、3安打無三振、そして、2つのフォアボール、1デッドボール、1失点っていうところで、肩の開きが早くね、起き上がるの早いよね。だから手と体が遠くになって、制球しきれないっていうところと、球に力がないから、もうちょっと低くいってね、肩の開きを抑えないとね、ちょっと今のままだったらね、ちょっと制球しようっていうね、ちょっと気持ちが高ぶりすぎてて、肩の開きがちょっと早すぎるね。で、西武先発ね、松本、前回同様いいピッチングというところで、6回80球、7安打3三振、1失球、2失点、非常にグッピッチっていうね。その中でね、西武はね、初回ね、連打でノーアウト満塁からね、殿崎が押し出しのフォアボールで1点先制。その代わりね、ソフトバンクも、3回裏にね、今宮のホームラン構成で、ね、同点に追いついたけども、まあ6回裏ね、ビッグイニングっていうところで、ピッチャーね、つもりが出てきたけども、先頭佐藤がね、詰まりながらライト前ヒット。で、フリーチがね、送りバントを決めて、ここからね、西川昼間、源田ペイトン、牧野、栗山殿崎、佐藤っていうところで9打数連続単打っていうね、記録達成グッ、ね、でまあ途中ね、つもりからね、田浦に変わったっていうところはあるけども、やっぱりね、つもりはやっぱ対左っていうところがね、ちょっと課題かなっていうね。右ピッチャー、右バッターに対してはまあしっかりね、抑えてるんだけども、左ピッチャーっていうところに対するとね、右バッターには1割9分8厘2割切ってんだけど、左率が左バッターには2割7分7厘と約1割ね、左率が変わるっていうところと、田浦にしてもね、右バッターに対しては2割6分5厘、左バッターに対しては1割9分って2割台っていうね、ところでちょっとね、ここの差が激しいかなっていうところで、そこはちょっと課題かなっていうね。だからまあ最初から田浦でもよかったんちゃうかって結果論もあるけども、やっぱりね、この佐藤古市とね、右が続く、結構左打線多いからね、西武はこれ右が続くっていうところで、まあこういう展開になるってね、ベンチも持ってなかったかなっていうところもあるけども、まあ1番ヒドがね、そして2番源田ね、右のサイドスローをね、引っ張りにかからないでお手本のようにアウトコースをね、レフト方向に流していくっていうところではね、非常にね、グッバッティング、素晴らしいね、バッティングだったと思うし、でここでね、6対1になって、まあその後ね、6回裏に柳田のホームランで、8回裏にね、栗原のツーランホームランで反撃をね、受けるけども、まあこの日はね、その後のリリーフっていうところが、まあ佐藤、平井、増田、まあなんとかね、踏ん張って逃げ切ったっていうところではね、3連敗しなくてよかったなっていうね、まあ結果ね、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しでした。続いてオリックス対日本ハム、18日1対1でオリックス、19日2対1でオリックス、そして、20日1対0でオリックス、オリックスの2勝1分けで勝ち越しっていうね、すべてロースコアの接戦、しかもこれをしっかりね、負けないっていう首位オリックスの強さね、非常にこのね、3連戦も勝ち切れたっていうところは大きかったし、まあ日本ハムとしてはね、この1勝もできなかったっていうところでは、まあもうなかなかね、まあちょっとほぼ終戦に近いね、形になってきたかなっていうところはありますけどもね、18日の試合ね、オリックス先発山下、7回101球3安打、10三振3四球1失点、日本ハム先発はさ、9回120球6安打8三振、1四球1失点とね、両投手もね、非常にね、グッピッチング。ね、いう中でね、日本ハムはね、2回表ね、先頭清宮フォアボール、真ん中野村三振するけども、ツーアウト一塁からね、上川がレフト前ヒットを打って、ツーアウト一三塁から奈良間がね、ライトタイムリーヒットっていうね、下位打線で1点取れたっていうね、かなり大きいけども、オリックスもね、2回裏に先頭森がね、ツーベースで、ここでね、ワイルドピッチからの犠牲フライっていうね、ところがまあ痛かったよね。まあでもね、この1対1っていうところで、まあ終盤まで行くんだよね。これもうこっからね、両チームともにほぼチャンスなしっていうところでね、まあどういうふうにミスとかなんかで終わるのかなっていうところもあったけど、まあ結果ね、1対1の引き分けっていうところになるけども、やっぱ一番惜しかったのはね、日本ハム12回の攻撃ね、ワンアウトから野村がツーベースで、代打郡司がね、こうライト前ヒット打つんだけども、ライナー気味でね、セカンドが飛びつくんだよね。飛びつくから取れるかどうかのところで抜けていったから、セカンドランナー江越がね、セカンドベース手前までも戻るんだよね。で、抜けたの見てから走ってくるんだけども、返球が
ライトからセカンドの中継じゃなくて、ライトからセカンドベース、ショートのにセカンドベース行くんだよね。まあ、それを多分ね、見て判断したと思うんだけども、セカンド、ホーム回るんだよね。回るけども、962とね、楽々のタッチアウトになるんだよ。俺はね、これはね、バットだと思う。それなんでかっていうと、俺、ツーアウトだったらいいと思うんだよ。あれを回してもね。でも、そもそも、スタートが遅れてて、セカンドベース、ほんと、一歩手前ぐらいまで、セカンドベースの一歩手前ぐらいまで、引き返しながら、そっから走ってくると。ね。しかも、ワンアウト二塁やと。ね。そもそもスタート遅れてるのに、で、ホームがまだギリギリだったら、惜しかったなんて済むけど、楽々ホームがアウトになってるわけ。それだったら、ワンアウトね、一三塁で、ね。7番は2回にも先制タイムリー打ってるわけ。で、ここでね、もし行ってたらセーフティースクイズもできるし、まあ何でもね、策としてはできやすいっていうね、ところがあるのにもかかわらず、回して楽々アウトっていうのはね、ちょっとこれは判断ミスかなっていうね、2アウトだったらね、もう絶対回した方がいいね。いや、勝負行ったけど完璧に守備されたな。アウトでよかったけどもね、ワンアウトっていうところでね、あの楽々アウトのタイミング見るとね、あれは回すべきじゃなかったなっていうところで、ここはね、1点勝ち越せるっていうところではね、非常にもったいない判断だったかなと思いますけども、結果ね、1勝1敗の引き分けっていうね、あ、1対1の引き分けっていうところでしたけども、で19日ね、2対1でオリックスの勝利っていうところで、オリックスね、もうほぼチャンスなかった。ほぼチャンスない中で、あの3回裏、ね、先頭紅林のホームラン。で、7回先頭中川のホームランっていうね、これ2本のホームランだけど、全体で4安打しか打ってないからね、ほぼチャンスないっていうところでね、日本ハム先発伊藤ね、8回120球4安打7三振2四球2失点と、もうほぼノーピンチをもう一発一発のホームランだけでね、ちょっと激甚するっていうところで、これはまあ伊藤はね、攻められない。ね。オリックス先発ね、山崎幸也、6回3分の2、91球、6安打3三振、無四球、無失点という形でね、まあ6回、7回ね、イニング途中、7回にね、1失点、7回にね、ピンチを、作って、2アウト2塁からピッチャー宇田川に変わってね、宇田川が郡司を抑えて3アウトにして、ピンチを難なくね、逃れるっていうところはあるけども、まあ日本ハムね、8回に、2アウト2塁から万波のね、タイムリーで1点返すけども、まあその1点のみっていうところでね、宇田川、阿部、山崎総一郎っていうところがね、しっかり抑え切ったっていう中で逃げ切りがちっていうね。で、まあ日本はね、この5回、6回得点できなかったのが痛かったかなっていうね。5回先頭山田遥がセンター前。で、ノロマがね、7間がアウトになるけども、伏見がライト前ヒット。で、ここでワンアウト一三塁チャンスを作って、で、郡司が浅いセンターフライでタッチアップできず、で、松本セカンドゴロで1点取れずっていうね、ワンアウト一三塁のチャンスから、下位打線でチャンスを作ったやつだったけど、上位で返せず。で、6回、先頭マルチェンスがツーベースを打って、清宮がセカンドゴロで進塁だ。で、5番万波の時に、ワンアウト三塁から万波セカンドゴロで、まあ、マルチェスがね、本塁でね、奮死っていうところでね、このビッグチャンスね、ワンアウト三塁の状況を作ってて、5回、6回で1点も取れなかったっていうところがね、ちょっとこれは敗因だったかなと思います。で、20日の試合ね、1対0でオリックスのね、粘り勝ちっていうところで、最後はね、細かいことができるかできないかっていうところで、勝敗が決まったかなっていうね、まあ、日本はね、全体で3アンダーっていうね、ほぼチャンスない中でね、9回、先頭ね、七間がショート紅林のね、悪送球っていうところで出る。大体こういう接戦はミスが出た時にね、その勝敗が決まるって言われてるんだけども、で、そのノーアウト一塁から磯端がね、まあ1回目はね、ちょっとセーフティー気味にバンドやりながら、ね、できず。で、結局最後3バンド失敗でね、アウトっていうね。で、その後マルチェンスが5-4-3ダブルプレーっていうところで、相手のミスをね、詰め切れずね、得点できない。で、その中で、オリックスはね、チャンス結構あったの。オリックスはチャンスあったけども、その掴めない中、もうどうなっていくんやろうっていうところでね、11回裏、ピッチャーロドリゲス、先頭若月フォアボールっていうね、これ痛いよね。で、その中で、次9番、小田ね、しっかり送りバンドを決めて、で、ワンアウト二塁から野口がね、ライト前ヒット。で、ワンアウト一三塁からね、野口が走って一塁空いたから、胸を敬遠。で、ワンアウト満塁から中川がね、結局最後ショートへ内野安打っていうところでさよならになるっていうね。まあ、その後ね、磯端がバンド決めたからって言って1点取れるかどうかわかんないけども、結局最後はそういう細かいことができるかどうかで、チャンスを広げるかどうか。ね、最後もね、もう最後タッチプレーね、ホースプレーっていうところで内野前進してる中ね、ゴロがね、三遊間のちょうど間に飛んでね、まあ、処理できなかったっていうところもあるからね、この細かいことができるかどうかっていうところがね、非常に大きな違いになった、勝敗になったかなと。でまあ、その中でね、この日本ハムとしては、先発上原ね、9回116球4安打5三振4球無失点と、まあ、この上原が9回投げ切ったっていうのはかなりの収穫なんじゃないのかなっていうところでね、非常にね、グッピチ。ね。で、オリックスはね、先発東、7回96球3安打6三振無四球1デッドボール無失点っていうところでね、ストレートの伸びきれ、非常に抜群でね、まあ今後のね、さらなる期待っていうのを来年以降にも向けてね、これはちょっと大きくなったんじゃないのかなっていうね、素晴らしいピッチング、グッピチ。
その後ね、山田、そして平野、山崎総一郎、阿部とね、リリーフも完璧っていう中でね、非常に抑え切ったのは大きかったんじゃないでしょうか。結果ね、2勝1分けでオリックスの勝ち越しでした。続いて楽天対ロッテ、18日1対4でロッテ、19日7対5で楽天、そして20日3対4でロッテ、ロッテの2勝1敗で勝ち越しになりましたけど、ロッテとしてはね、ここ巻き越さなかったから非常に大きかったけど、楽天としてはここね、 A クラスに向けてっていうところに、2位ロッテの対戦でこれ負け越したのはね、かなり痛いね。ここやっぱり最低でもね、2勝1敗で勝ち越さなきゃいけなかったところを勝ち越せないっていうね、この痛さあるし、ロッテはここでしっかり勝ち越せたっていうところはね、 A クラス死守に向けてはね、かなり重要な勝ち越しだったかなと。でしかもソフトバンクも勝ち越してるだけにね、ゲーム差を詰められなくて済んだっていうところではね、非常に大きな週末の戦いだったと思いますね。で18日で1対4でロッテっていうところで、楽天先発ね、岸、6回102球8安打4三振1四球2失点っていうところで、岸の中ではね、非常にいいピッチングで悪くないから攻めれないっていうところはあるけども、今年ね、対ロッテのね、防御率がね、5.56、しかも1勝3敗、一番対パリーグの中で成績悪いのよ。俺ら現役の時って、ロッテキラーだったの、岸ってね、ノーヒットノーランもされてるし、それがね、ここ最近ね、他のチームにはいいピッチングしてもね、ロッテには勝てないっていうね、あんまり緩急も効かないんだよね、なぜかね。そこはね、まあ、不思議な面もあるけどもね、かなりね、ロッテ打線が岸に対抗してるっていうところでね、やっぱこのね、岸がロッテのね、この対防御率も含めたね、克服していかないとね、ちょっとロッテを逆転できないんじゃないのかなっていうところの試合に見えましたね。で、ロッテ先発田内、8回114球、7安打7三振、無四球1失点とね、こう対右へ対してのインコースのストレート通信系のね、精度っていうのがね、非常に素晴らしいピッチングね。あそこしっかり投げてからのスライダー、フォークっていうところの変化球がよりね、生きたっていうところではね、これ10勝おめでとう、グッピチ。非常にね、素晴らしいピッチングだったと思います。で、ロッテとしてはね、正直ね、10安打、もっと点取れるチャンスいっぱいあったけども、まあ、最低限しっかりね、3回表、先頭荻野がね、先頭前ヒット、藤岡アウトになるけども、中村ヒットにつないで、ワンアウト1、3塁からポランコのタイムリー、そして、ブロッソンの犠牲フライっていうところで2連先制。これポランコがまたね、楽天キラーなのよ。楽天にめっちゃ打つのよ。で、7回ね、先頭荻野がね、サードフランコの悪送球で出塁してね、出てきた。ね、相手のミスを必ず掴むっていうね。で、藤岡送りバンド。で、仲間がね、レフトスタンドでツーランホームラン、今年第9号っていうところで、非常にね、グッピチングっていうね、しっかり3回7回得点できてね、種市がしっかり抑えたっていうところでは素晴らしかったし、まあ、楽天としてもね、逆転のチャンスあったのよ。8回ね、ワンアウトから鈴木大地ね、ライト前ヒット。で、代打島内レフト前ヒット。で、ワンアウト1塁から辰巳アウトになるけども、ツーアウトね、一三塁になって、小深田がね、セカンドでタイムリー内安打。で、ここでね、中村翔が悪送球して、ツーアウト、一三塁になるんだけども、ここでポンって出たらね、おごうに。でもね、ここレフトフライでスリーアウト、1点止まりっていうね。で、9回にもね、ピッチャーね、増田が出てきたけども、浅村がライト前ヒット。ね。で、阿部、岡島アウトになるけども、フランコがセンター前ヒットで、ツーアウト一塁ね、一発出れば同点っていうところでね、村林ね、ここでまたワイルドピッチ、バーッと。増田、出てきた最近、必ずワイルドピッチするね。キャッチャー、しっかり止めないと。あとちょっとバタつくね。まっすぐもね。まあでもここね、最後村林を三振取って、まあ基地を抑え切るっていうところはあるんだけどもね。まあこれは種市のね、素晴らしいピッチングがここまで導けたんじゃね、ないでしょうか。あと岸のね、ちょっとね、ロッテ苦手。あとポランコのロッテキラーぶりがね、発揮した初戦でしたね。続いて、19日、7対5で楽天というところで、ロッテはね、初回ね、荻野のデッドボール、藤岡フォアボール、ね、中村が内野安打、で、ノーアウト満塁からね、ポランコタイムリー、ね、で、山口タイムリーっていうところで、一気に1回送って4点。これはもうね、勝ったかなと思ったんだけども、楽天もね、すぐ1回裏にね、浅村の、タイムリーツーベースっていうところで1点返して、3回裏にね、ツーアウト満塁から阿部のね、タイムリーヒットっていうところで2点返して4対3。これでちょっとざわざわってしたけど、してきたけどね。で、この日ね、両先発っていうところで、ロッテ先発勝つよね。3回65球、6安打2三振、1デッドボール3失点っていうところでね、ちょっと振らなかったっていうところもあるし、楽天先発、庄司ね、6回98球、8安打5三振、2四球2デッドボール5失点、ちょっと制球ね、ばらついて定まらないっていうところがね、ちょっと痛かったかなっていうね。でもね、この、4対3になって、ね、その中でね、6回表に、2アウト3塁から藤原が、セカンドでタイムリー内安打を打って、5対3。これでね、もう、正直勝ったかな、ダメ押しかなって思ったんだけども、7回裏に、小郷の犠牲フライで1点返して、で、5対4、ね。で、8回裏、ペルドモ出てきて、まあ、それでもまだね、ペルドモいるからと思ったら、ね、ペルドモが8回出てきて、先頭岡島ね、ショートへの、ライナー、藤岡が落球、パッと。で、そっからね、阿部送りバンドを決めて、ワンアウト2塁から、鈴木大地ファーストゴールでアウト。で、2アウト3塁になって、代打島内がレフトでタイムリーツーベース、島内グッと。ナイスバッティング。
ね。で、その後、小郷が続いて、辰巳も続くっていうね。で、一気に3得点で7対5、大逆転っていうね。で、ペルトモンはね、3失点するけども、自責ゼロっていうね。で、島内の同点ね、代打タイムリーっていうところでね、こういったところで島内のね、状態島内いいからね、こっからね、島内の頑張りで押し上げていけるかどうかっていうところもね、楽天としたらポイントだしね、まあ前日はね、そのミスをね、ついてね、ロッテも得点している中でね、やっぱここね、大事なところでミスして負けるっていうのはね、そうやってるとね、やっぱりロッテのね、前半勝ってきた良さっていうのが全く、ね、消えるし、正面だっただけにね、処理不条化もしたかったかなっていうねところはあります。で、20日の試合ね、3対4で、ロッテというところで、もうこの日はね、荻野デーです。はい、初回ね、ロッテ、まあ、1番にね、荻野が帰ってきてね、荻野をね、ツーベース、藤原フォアボールでノーアウト1塁からね、中村アウトになるけども、ポランコがね、レフトにタイムリーヒットっていうとね、で、山口も続いてタイムリーっていうね、2点先制、ポランコの楽天キラーぶりが発揮ね。で、これもね、すんなりいくかなと思ったら、5回裏にね、村林のタイムリーヒットで、小深田の犠牲フライで、浅村のタイムリーヒットっていうところで3対2、一気に逆転するんだよね。で、この日はね、ロッテ先発大島ね、7回112球9安打3三振5四球3失点っていうね、ちょっとね、制球ばらついたかなっていうところで、まあ7回3失点ね、試合は作ったっていうところではね、最低限の仕事はできたかなと。で、楽天先発の則本ね、6回3分の204球、8安打5三振、3四球3失点というところで、まあこのね、初回の失点というところと、まあ、このままいったらね、勝ち投手っていう中でね、7回、佐藤がツーベース、で、友杉送りバント、で、ワンアウト3塁からね、荻野のレフトへタイムリーヒットというところで、まずランナー3塁になってからね、佐藤にね、代打和田が行くんだよね。で、ここで荻野は思ったと思うの。バットにさえ当てれば、和田だったら帰ってこれるっていうところで、もう、強く振らないで、コンパクトにも開けるだけっていうところでね、それがまあたまたま三遊間のいいところに飛んでヒットになったんだけども、ああいうね、このね、打撃の中で考えて、三塁ランナーも誰でどういう風になってるだろうっていうイメージして、自分のバッティングのやり方を変えれるっていうところの荻野のね、勝ちこさっていうところもね、出たかなっていうね。で、同点ね。9回にはね、ピッチャーね、守護神松井裕樹出てくるけどもね、先頭ね、和田が、ダイソー入れた和田がね、宇宙間を抜けるツーベースね。で、友杉送りバント決めて、荻野っていうところでね、もう全く同じ状況で同じ仕事をして、で、友杉和田がね、帰ってくるっていうところで、最高のコンビネーションでね、逆転ね、和田荻野亭でございますね。和田頑張っていきそう、荻野頑張ってね。で、この中でね、楽天もね、3回、4回、6回、8回、ね、取れるときに取らないからこうなるっていうところでね、3回にもね、先頭、太田が出たけども、村林がね、バント失敗でダブルプレー、バーッとっていうね。で、4回、先頭、小深田出たけども、ね、3、4でね、続けず。で、安倍島内のフォアボールで2アウト満塁になったけど、伊藤がね、ショートゴロ。で、5回にはね、やっとチャンスをつかんで3点逆転したけども、6回追加点っていうところでね、先頭伊藤が内野安打に出るけども、で、太田送りバンド。で、1番にね、9番村林がアウト、ね、辰巳がアウトっていうところで、得点圏チャンス生かせずっていうね。で、3対3同点迎えで8回ね、先頭代打鈴木大地がライト前ヒット。で、太田がね、ここで送りバンド失敗、パッと。ね、その後、村林レフト前ヒット、辰巳フォアボールで、ワンアウト満塁のね、チャンス作るけども、小深田がね、最後見逃し三振、で、小郷がね、ショートゴロっていうところでね、ここで1点でも取ったらね、ちょっと状況は変わったかなっていうところで、ね、取れる時に取らないとこうなるっていうね、試合展開でしたね。まあ、結果ね、2勝1敗で、ロッテの勝ち越しでした。続いて、セリーグ。まずは、DeNA 対阪神。ね、18日2対1で DeNA、 19日2対6で阪神、そして20日0対2で阪神というところで、阪神の2勝1敗で勝ち越し、ね、しっかり勝ち越してマジックを減らすというところではね、いい形の、ね、週末だったんじゃないでしょうか、ね、18日で2対1で DeNA というところで、 DeNA 先発東、ね、7回101球7安打5三振1失点というところで、まあ、初回ね、先制点許すけども、その後ねしっかりね投げ切ってシャットアウトというところでね、素晴らしいピッチングだったかなと。初回ね、先頭近本レフト前ヒット、中野森下アウトになるけども、2アウト1塁から大山がライト前ヒットで、ノイジがねライト前タイムリーで先制っていうね、阪神はするんだけどもね。で、DeNA はね、4回裏に宮崎のレフトスタンドでホームランでね、追いつくっていうところで、まあ阪神先発村上ね、6回81球3安打4三振無四球1失点、これはもう攻められないよね。で、まあその中でね、阪神やっぱりね、この7回だね、ワンアウトから、佐藤レフト前で、坂本がね、内野安打で、代打原口が、内野安打っていうところで、ワンアウト満塁ね。で、ここで代打、ミエセス、村上に変えてね、ミエセスっていうところでね、ゴーゴーさん、
ダブルプレー、ワンアウト満塁から、これ痛かったね。でもいい当たりだったんだけどね。宮崎がね、三塁線ね、逆シングルでね、倒れ込みながら取ってね、でそしてサードベースを踏んでファーストにっていうね、宮崎グッドプレーね、と抹消されたけど痛いね。まあちょっと満身創痍だったのかなっていうところもあるけどもね。で8回もね、2アウト3塁からね、大山のセンターへ抜けるところっていうところをね、セカンド牧がね、逆進撃で倒れ込めながらね、しっかり取ってね、ファーストアウトっていうね、この宮崎牧のね、ビッグプレーっていうのがね、この試合勝ち切れたっていうところもね、大きいしね、ピンチをしのいでね、7回裏に、DeNA はね、2アウトからね、梶原がセンター前ヒットで、2アウト1塁からね、山本がレフトへタイムリーツーベースっていうところでね、ファーストから梶原がしっかりホームを踏んでね、勝ち越しっていうね、この2アウトから下位打線で勝ち越したのもね、非常に大きかったかなっていうね、粘り勝ちって。でね、この場面で一番の重要な問題はここですね。9回の熊谷の盗塁した時のね、あのプレーに対してどうかっていうね、SNS 上で佐々木の意見が聞きたいっていうところをね、皆さんありがとうございますね。それを答えるためにはね、ちょっと時間使いますので、後ほど、後でね、最後にゆっくりそのことについては解説したいと思います。まずはね、振り返りさーっといきますから。ね。で、15日ね、2対6で阪神っていうところで、まあ、この試合ね、DeNA 先発ね、石田、5回69球、3安打2三振、1デッドボール無失点っていうところでね、非常に試合を作ってね、無失点、グッピチ。ね。で、その中で DeNA はね、初回、2アウト3塁から牧がね、先制の、タイムリーヒットを打って、石田が抑えてね、これも昨日の流れのままね、そのまま勝ち切るぞっていうね。で、阪神先発ね、青柳、5回89球、6安打3三振、1失点とね、で、無四球っていうところでもね、こちらも初回の1点だけだったからね、非常にいい形のね、先発のね、最低限の仕事っていうところができたけども、ここからが問題。DeNA、リリーフ全員失点っていうね、石田の後、石川、上茶谷、田中、伊勢、エスコバーね、石川1失点、上茶谷1失点、田中1失点、伊勢2失点、エスコバー1失点、石田は5回の無失点だけども、リリーフ1、2、3、4、5、5人全員出てきて失点するっていうね、だから、ね、なかなかないことだったけども、まあ、阪神はね、怒涛の攻撃っていうところで、1対0でね、負けてる中で、6回ね、近本フォアボール、中野リバウンドを決めて、3番小野寺がね、タイムリースリーベース、で大山が犠牲フライっていうところで、きっちり逆転。で7回にね、近本の、ライトへのタイムリーツーベースっていうところで、追加点を取って、でまあ、7回ぐらいにね、代打山とかね、タイムリーヒットを打って DeNA も1点返すんだけども、すぐさまね、8回表に、坂本のね、レフトへタイムリー、で小畑のね、センターへタイムリーヒットっていうね、この下位打線でしっかり得点ね。で9回にもね、大山のホームランっていうところで、下位打線もつないで得点すればね、1番から高打順でね、しっかり得点をする。そしてホームランの一発、小技も含めながら大技でも点を取っていくっていうね、終盤の6点の大逆転劇っていうところではね、非常にグッパって。ね。で、DeNA としてはね、2回、5回、ここで得点できてれば、2回もね、ワンアウトから戸柱、佐藤がね、ヒットを打って、ワンアウトに三塁、こう石田三振するんだけどもね、で、その後、佐野をね、セカンドゴロっていうところで、ここで何かしてね、1点でも取ってればっていうね、ところと、で、5回の裏もね、林がレフトへツーベースを打って、石田が送りバントを決めるんだけども、ワンアウト三塁から佐野のね、ファーストゴロで三塁ランナー、林がアウト。ね、ところでここ1点も取れなかったっていうね、この2回5回ね、 DeNA も1点取れてればね、もうちょっと状況は変わったかなっていうところだったけども、阪神のね終盤の攻撃っていうのは凄まじかったっていうねところでしたね。そして、20日の試合ね、0対2で阪神っていうところで、阪神先発伊藤ね、9回114球6安打3三振1四球無失点、完封勝利でございます。グッピッチっていうね、もう DeNA としてはもう完敗かなっていうね、ところで、DeNA はね、先発バウは8回120球、9安打6三振、1球2失点というところで、まあ、阪神をね、倒さなきゃいけないというところで、中4日でピッチングをして、非常にね、ビッグピッチング、良かったけども、まあ、援護がなくっていうところでね、まあ、このね、バウアーの姿勢っていうのは DeNA にとってはかなり勉強になっていいんじゃないかな。こうやってしっかり100球以上も投げてね、中4日、中5日で回れて、しっかりそのクオリティを保ったピッチングができるっていうところはね、どういう調整方法をして、どういう風にやってるのか、トレーニングも含めてね、ちょっとここはね、聞いてみたいぐらい、個人的にすごい興味があって聞いてみたいぐらいのね、素晴らしいね、クオリティのパフォーマンスをしてるんじゃないでしょうか。ね、阪神はまあ伊藤がね、完封するとともに、2回にね、2アウト1、3塁から、木浪がね、ライトにタイムリーツーベース打つんだけども、俺ここいつも思うんだけども、次伊藤ね、まあも伊藤ね、この4回にね、自分でタイムリーを打って1点取ってるから、まあ打つかもわかんないけども、この木浪に打たれて失点っていうね、もうここ敬遠で2アウト満塁で伊藤でよかったんちゃうかっていうね、しかも木浪がまた打っ
点じゃんね。2割8分4厘とね、しかもいいところでね。で、まあこの試合伊藤はね、4打数2安打1打点っていうね、野手のように打ってるからね、まあ、どうなんやっていうところあるけど、木浪よりは打たないじゃん。そう考えたら、この2回のね、ここは敬遠でしょうっていうね、木浪だよっていうね、ところあるけどもね。で、4回のもね、2アウト3塁でチャンスを作った中でね、伊藤がセンターへのタイムリーヒットっていうところで貴重なね、追加点を取るっていうところだね。まあ初回ね、阪神としてはね、ちょっといろんなことがあって嫌な負け方したけども、しっかりね、土日とね、勝ち越したっていうところは非常にね、大きな3連戦だったんじゃないでしょうか。ね、あの盗塁問題は最後にお伝えしますので、そちらも見てください。結果、2勝1敗で阪神の勝ち越しでした。で、続いては、ヤクルト対中日。18日10対2でヤクルト。そして19日3対2でヤクルト。で、20日1対0でヤクルト。ヤクルトの3連勝っていう形になりましたけども、ちょっとね、守備のミスが勝敗っていうところにこの繋がってきてんじゃないのかなっていう3連戦のね、テーマになりますけども、まあ、18日ね、10対2でヤクルトっていうところで、ヤクルト先発ピーターズね、6回105球、5安打3三振、2デッドボール1失点っていうところで、まあめちゃくちゃ調子が良かったようには思わなかったんだけども、まあストライク先行で勝負できたっていうところが今一番のキーポイントかなと。で、まあ変化球がね、高くなっていたのが、そこがね、次回へのちょっと課題かなって、もうちょっと低くね、行きたかったところはあったかなと。で、中日先発中地ね、5回98球、5安打4三振、5四球5失点というところで、変化球が全く制球できず、ストライク取れなかったっていうね、カットボールスライダーっていうところが、で、まっすぐツーシームね、ダイオリーっていうところで、そこもね、制球ばらついた中で、正直ね、きつかったね。もうあとね、正面向くの早すぎる。すぐ肩開くからね、それはもうね、制球悪くなるピッチャーのね、典型的な例なんだけど、すぐね、肩開いてね、ちょっと突っ立ち気味でね、もう早く投げたいね、コントロールよく投げたいって正面向くんだけど、それをやればやるほど変化球はね、思ったよりも曲がるし、引っ掛けるしっていうところで、もっとね、制球が悪くなるっていうところだね。さすがにあそこまで変化球ストライク入らないと、まあきつかったなっていうね、ところはあります。でね、まあ先ほども言ったけど、守備のミスが勝敗を分けるっていうところでね、まあ2回裏ね、先頭沢井、プロね、初ヒットっていうスリーベース打つんだけども、ライトね、川越が白母で打球見失うっていうところで、まあこのね、まあ俺は外野やったことないから分かんないけど、白母もさ、もういつもあんじゃんってなった時にさ、いや仮によ、オレンジ色のサングラスだったりとか、黄色のサングラスだったりとか、何かしらのサングラスをして、その白帽をね、できるようになんないのかなっていう、こんなもういろんな技術もさ、発展してきてんだからさ、その何かしらのメガネ系とかでさ、ないのかな、改善できる。もう白帽になったら終わりですみたいな。いや、終わりちゃうやろって俺は個人的に思うんだけども、そこら辺はね、ちょっと疑問だね。で、結局それでスリーベースになってね、で、ノーアウト三塁から中村のね、セカンドゴロの間に1点で先制を挙げる。で、中日もね、3回表にね、2アウト2塁から細川のセンター前タイムリーヒット、スライダーがね、高めに入ってきたところ、きっちりセンター前ヒットって言って同点追いつくんだけども、ね、まあその裏でね、3回裏ね、まあ失点にはなんなかったけど、宇佐美がね、キャッチャーフライ、ファールフライを落下点入れないで落とすっていう落球もあったけどもね、で、4回裏ね、ヤクルトの攻撃ね、もう中地がね、制球定まらない中、中村、ね、フォアボール、ピーターズもフォアボールだからね。で、ツーアウト一塁になって、竹岡にはね、もう投げる球なくなって、甘めのストレートを投げて、それを引っ張り込まれてね、勝ち越しのライトにタイムリーツーベース。で、ツーアウト二三塁からね、2番長岡にはね、ツーボールから、もう投げるとこなくなって、ど真ん中投げて、それをね、勝ち込まれてライトでホームランっていうところで、まあなかなかちょっと苦しいピッチングだったかなっていうね。で、7回にもね、長岡山田の連続ヒットで、でね、ここ、ノーアウト一三塁からね、サンタナのセカンドゴロ。まあ、これはもうね、ノーアウト一三塁だからゲッツー取りに行って1点取られるんだけども、まあ、ここでもね、ショートね、リュークがね、軽く、もう適当に投げてるようにしか俺は見えなかったけど、軽く投げてね、楽勝でダブルプレー取れるところをファーストに好投っていうところでね、ゲッツー取れずにね、ランナー残ってその後オスラにツーランホームランっていうところで、もうダメ押しのダメ押しを打たれるっていうね。まあそういうとこをしてるとね、全部のリズムが変わってくるっていうところと、もう、軽いよね。ああいうところちゃんと投げないとって思うけどね。で、逆によ、ヤクルトは、2回表ね、2アウト1塁から、村松のね、センターオーバーのタイムリーになるかっていうところをね、センター丸山がね、後ろにね、配送して、フェンスギリギリのところをね、しっかりキャッチするとかね。4回表にはね、ノーアウト1塁からね、川越のレフト線のね、レフトフライっていうところを、レフトで、ね、沢井がギリギリのところでね、取ってね、進塁許さずっていうところだったりとか、8回ね、先頭、細川のね、ライト飛球、大きいところをね、ライト、浜田がね、途中から出場のフェンスゲーマーで寄って、ジャンピングでね、そのフライをもぎ取るっていうね、こういったところをね、守備一つ一つのことの球際っていうところが、できるかできないかって、かなり大きな違いだったなっていうところがね、この試合大きかったかなっていうね、4回裏のね、竹岡、長岡のね、
この同級生コンビの、ね、活躍っていうところは非常に大きかったんじゃないでしょうか。そして19日ね、3対2でヤクルトっていうところで、まあ、ヤクルト先発ね、高橋奎二、6回129球、7安打5三振、3四球、1デッドボール、2失点とね、まあ、立ち上がりね、制球ばらつくも、ちょっと尻上がりにね、甘めの投球、ね、コースを狙うんじゃなくて、甘めでもね、しっかり力強い球を投げていくっていうところでね、なんとか踏ん張れたっていうところは非常にね、グッピッチ。ね、で、中日先発ね、高橋宏斗、7回117球、5安打3三振、3四球、1デッドボール、3失点、自責にっていうところでね、まっすぐナックルカーブ、スライダーっていうところが非常にいい中でのスプリットっていうね、非常にいいピッチングだったけども、結局最後はね、守備のミスっていうね、ところでは、中日はね、初回、石川のツーランホームランで先制するんだ。この石川もね、アウトコース結構いいところだったけどね、引っ張り込んでね、左中間っていうところで非常に素晴らしいバッティング、バッティングっていうね、ところがあって、まあ、ここでね、しっかり先制するんだけども、まあ、2回の裏ね、ワンアウトから沢井デッドボール。で、ここがアウトになるけどもね、丸山がね、こう、ツーアウト2塁、ここも俺は思うんだけど、ツーアウト2塁、まあ、この時にね、ちょうど丸山がまだ1割台だったんだけども、それは高橋奎二じゃんね。でここでね、なめんなよツーベースって俺は解説でも言ったんだけども、丸山がね、左中間に逃げるタイムリーツーベースを打ってね、一塁ランナー沢井が、まあ、ホームインっていうね、ところで1点取るんだけども、この1点がね、この試合結局ね、一番ダメージでかくてね、逆転につながったんじゃないのかなって俺は思うんだけども、ここ素直にツーアウト2塁で8番なんだから、敬遠で良くないって俺は思うんだけどね。で結局この1点がさ、敗戦につながって、結局打たれてんじゃんっていうね。それ1割台でもピッチャーより野手の方が打つでしょうっていうね、これがまた2アウト1塁だったら話は変わるけど、2アウト2塁なんだから普通で敬遠でよかったんじゃないのってね、俺は解説の時でも言ったんだけどね。で、6回の裏ね、先頭山田フォアボールね、でサンタナのねサードへの、内野安打っていうところでね、ここで石川がね、ファーストへ悪送球ね、中途半端なワンパンになって、アンツー間の間になって、ファーストね、ビシエドが取れずっていうね、もうあそこワンパンならワンパンでね、はっきり投げなきゃいけなかったよね。で、そこでそれが悪送球になってね、ノーアウト一三塁、チャンスが広がって、で、ここでね、ワイルドピッチっていうね、ところで、キャッチャー木下がね、手でいっちゃって、あれ体でいかなきゃっていうね、ところもあるけど、で、ここでね、同点っていうね。で、7回にもね、先頭丸山がセンター前ヒットを出て、で、こう代打ね、宮本、代打バントだからね、クッパッ、きっちりバントを決めて、で、ワンアウト二塁になった時に、高橋がね、また悪送球って言って、ボート、ここもね、あ、ここか。ここをしっかりね、その前は体で止めれなくて、ここが手でいっちゃって止めれなくてっていうところかな。で、ランナー三塁になって、犠牲、竹岡がね、しっかり犠牲フライを打って、グッと犠牲フライ。ね、でこれで勝ち越しになるんだけども、もうこれね2回はまあやっぱ作戦ミスでしょ。で、6回は、石川の悪送球とワイルドピッチでしょ。で7回はワイルドピッチっていうところで、もう全部ミスでね、失点してるっていうところがね、非常にもったいないね、高橋がいいピッチングしてただけにね、きっちりね初回の点の中で勝ち切れた試合展開だっただけに、ドラゴンズとしてはもったいなかったかなっていうね。まあその中でやっぱドラゴンズね、まあもう勝つチャンスもう一個あったとしたら、この6回表ね、川越村松が連続ヒットでノーアウト一塁のチャンスを作った時に、高橋朗とね送りバント失敗で1号アウトって言ってね、でその後岡林もアウトになって石垣がね三振するっていうところで、あれ高橋でしっかりバント決めてたら追加点の1点取れて勝ち切れたところは十分あっただけに、そういったところもちゃんとやらなきゃいけない。でもその中にはファーストコンスタントがめっちゃチャージしてきてて、三塁側しないと絶対サードアウトになるよっていうプレッシャーかけたオサのチャージっていうのも非常にグッチャージね。でもあのバントができるかどうかっていうところはね、その後ね、ヤクルトは宮本がね代打バントできち決めてるっていうところを考えたらね、そのバントができるかどうかっていうところも大きかったし、やっぱビシエドとオサのチャージの違いっていうところもはっきり出た試合だったかなっていうね。まあ結果ね3対2でヤクルトの勝利。で、20日の試合はね、1対0でヤクルトの勝利っていうところでね、ヤクルト先発サイスニードね、9回115球、4安打5三振、無四球、無失点っていうね、完封勝利、グッピチ、ね。で、中日先発ね、柳、8回116球、5安打8三振、無四球、1失点、こちらも完投、グッピチ。援護ない。前回もノーヒットノーランでも援護なかったけども、今回も援護ないっていうね、もうそんともうね、攻められない。もうね。で、この試合もね、2回の表、サンタのね、ホームラン一発で決まるっていうね、この1対0、まあ、中日としてはもう完敗っていうところでしたかね。まあ、岡林のね、連続試合ヒットっていうところも止まったし、まあ、止まったけどね、本当に非常にね、あれでも素晴らしい記録だったと思うし、あと大島のね、2000本、ね、これがいつ達成できるのかっていうところは非常に楽しみだし、あとまあね、デッドボールとかいろいろあったけどね、あとやっぱキャッチャーのヘルメットもね、当たるじゃんね、当たるのにずっと一緒なわけ、大体。だもうちょっと何かそのキャッチャーのヘルメットっていうのもね、まあバットで叩かれることの
被害を想定して今までできてないと思うんだよね。でもそれをできるようにもうちょっとね、昔なんて帽子かぶってたんだからね、今思うとゾッとするけども、それがヘルメットになってね、そういう当たる可能性もある中でね、それをどうにかね、何かこう対策を立てるっていうね、ところを、その新しい企画を考えるとか、新しいものを考えるっていうのも、まあ技術的にどうなのかわかんないけどもね、まあ言うだけは簡単やっていうかもわかんないけども、そういうのもね、キャッチャーのヘルメットっていうのもね、ちょっと対策を持って何か新しいのをメーカーと一緒に作るっていうのも一つの手段じゃないのかなっていうね。これはもう何回も言ってるけどもね、バッターも濃いじゃないしね。で、その後サンタナもね、気をつけてあんまりオーバースイングならないようにってなったら、結局変なスイングで三振してたからね。バッターにとってもいいことじゃないし、まあ、わざとじゃないしね、それはもうキャッチャーがどうにかして防いでいくしかないっていうところはあるけどもね、だって選手がどっちが悪いなんて誰も言ってないじゃん、ね、周りが言ってるだけなんだよ、ね、そういったところではちょっとヘルメットっていうところでね、ちょっとそういうのを対策を持ってね、何か考えるっていうのをメーカーと選手もね、力を合わせてやるのもちょっと一つの手かなってね、思いました。まあ、結果ね、3連勝でヤクルトの勝ち越しです。続いて、広島対巨人。18日4対5で巨人、19日6対3で広島、そして20日7対5で広島というところで、広島の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、タイガースも2勝1敗で勝ち越しなんでね、まあ最低限っていうところだけどね、もうあとカープは阪神との直接対決にかけるしかないっていうところはあるけどもね、まあ18日ね、4対5で巨人というところで、巨人先発戸郷ね、6回96球、5安打4三振、無四球3失点というところで、まあ3回ね、味方のミスもあり3失点っていうところもあったけども、しっかりね、6回を3失点のみでね、踏ん張るっていうところではね、非常にね、グッピッチングっていうね、ところだったと思いますね。その3回裏っていうところではね、広島7番で矢野がね、センター前ヒットで、大森がね、アウトで、森が送りバントを決めて2アウト2塁になったところでね、菊池がレフト前先制タイムリーヒットね。で、その後ね、菊池が盗塁して、2アウト2塁で、野間がね、左中間に打つんだけども、まあここでね、ブリンソンはアイガリーって言ってんのよ。マイクにも聞こえるし、口もなってるから、アイガリーって言ってるのにもかかわらず、秋広が突っ込んでいっちゃうっていうところでは、まあ、秋広ね、レフトやったり、ファーストやったり、いろいろあるけども、そういったところ聞いとかなきゃいけないよね。ちゃんとね。ちゃんと口元もね、ブリンソンのみたい言ってんだよね。だからそこがね、ちょっと秋広がね、行き過ぎたっていうところもあってね、最後お互いがね、ちょっと避けるような感じで、落球になって、まあ記録はね、秋広のエラーになるんだけども、これで1失点は痛いよね。で、その後西川がね、もう変態打ちみたいなね、インローの難しいところをね、打って、ライトイマンヒットで3点目取るっていうところでね、まあこのままね、クッとね、カープで行こうかなと思ったらね、一番のキーポイントはこの5回裏ね、なかなかツーベースで7番浅野がね、プロ入り初ホームラン、レフト線ツーランホームラン、クッパって。スパイラル激戦の、ね、まあ、これでね、この2点がね、何気に大きかったね。これ打ってなかったらね、多分そのまま負けてたかもわかんないけど、この2点で一気になって、でも7回裏にね、広島はね、代打堂林がね、レフトにタイムリーヒットを打ってね、4対2になって、これで勝ち越しかなと思ったけどもね、8回ね、秋広がね、タイムリー内安打ね、で門脇がセンターへのタイムリーヒットっていうところでね、一気に同点で、9回にね、岡本の、タイムリーツーベースっていうところで、まあ、勝ち越しっていうね、まあ、ここは先頭吉川のスリーベースがね、大きかったね。まあ、これでね、クリーンアップに向けてはね、まあ、しっかり得点できるっていうところではね、この大逆転劇っていうところはね、非常に大きかったかなと。まあ、広島としてはね、こう逃げ切り失敗っていうところでね、あと9回投げてたね、矢崎がちょっと登録抹消っていうところで、まあ、ここら辺もね、若干ね、カープもね、人が怪我とかいろんなところで人が抜けていくのもね、ちょっとここに来て痛いかなっていうところのね、敗戦でしたね。で、19日ね、6対3で広島っていうところで、広島先発森下ね、8回120球、7安打5三振、2四球3失点というところで、まあ最後ね、ちょっと息切れかなっていうところもあったけど、非常にね、グッピチ。ね。で、巨人先発横川ね、4回3分の2、86球、5安打、三振0、2四球3失点というところで、まあ森下に打たれたのはね、ちょっと痛かったかなっていう、全体的にはね、そこまで悪くなかったとはね、思うけどね、この、2回の裏ね、2アウトからデビッドソンツーベースで、相澤フォアボールでツーアウト1塁からね、8番末金がセンターへのタイムリーツーベースっていうところでね、ここで、1点ね、先制して、で5回裏にね、ワンアウトから森下のツーベース、これがね、横が一番痛かった。でその後野間がセンターへタイムリーヒットね、で矢野も続いて、菊池フォアボールでツーアウト1塁からね、西川がレフトへのね、2点タイムリーツーベースっていうね、ところで、ここでね、ワンアウト一塁からね、野間が盗塁でアウトになって、ツーアウトね、なったんだけども、そっからね、矢野がね、センター前ヒットで出て、盗塁アウトになったけど、ここで矢野がすかさず盗塁っていうね、この矢野の盗塁、非常にね、グッと、ね。
で菊池フォアボールで2アウト1塁でね、2アウトランナーなしからもう一回チャンスメイクして4番の西川のね、2点タイムリーツーベースっていうのはね非常に大きかったかなっていうね。でもこのねやっぱ森下のヒット、これはね横がちょっと痛かったかなっていうね。で、4対0で6回裏にはね、デビッドソンがね広島戦、巨人戦にはかなり強いっていうところでホームラン、で末金がねレフトスタンドでホームランを打ってね、6対0、まあ、8回にね巨人も岡本のスリーランでね3点取るけども、まあ、6対3というところでねちょっと6点は大きかったかなっていうね、まあ、末金のね、デビッドソンの、まあ、日本塁打でね勝負ありっていうね、この日本のホームラン非常に大きかった、6対3のね19日の試合でした。あ、そうそうそう、先ほどのねこの、3回のねあの野間の盗塁失敗ね、これはあのエンドランを外されてね盗塁失敗というところでね巨人の作戦勝ちっていうね大城っていうね、ところもあります。ここね書いてるのを読むの忘れてた。はい、そして20日の試合ね7対5で広島の勝ちっていうところで、まあ、ホームランね打ち合いっていうね、中で広島はね、初回、西川のね犠牲フライ、そしてデビッドソンのツーランホームラン、2試合連続のホームランっていうところで一気に3点ね。で2回の裏に、末金のね2試合連続ホームランというところで4対0、まあ、これでね、前日続いて一気に怒涛に行くかなと思ったらね、4回岡本のね、スリーランホームラン、でもその前に秋広のショートゴロを矢野がファンブルエラーしてからの岡本のホームランで4対3、これで流れ一気に悪くなるのよ、エラーしてからとか。いやーこれまた逆転あるぞと思ったら5回の裏にね、なんと今度はね、広島が2アウト1、3塁から堂林がね、スリーランのお返しだっていうね、センターへバックスクリーンスリーランホームランで逆転、いや逆転っていうのはあの一気に点差を離すっていうね堂林ホームラン、これでねちょっと勝ったかなと思ったけども、6回の表にね2アウト3塁からねデビッドソンがファールフライ落とすのよサードのね、でその後ね岸田がねレフトにタイムリーツーベース、門脇がセンター前ヒットっていうところで2点取って7対5、この雰囲気を慣れる中また終盤ね初戦のように大逆転劇あるんじゃないのかっていうところもあったけども、この試合はねリリーフが踏ん張るっていうところで先発玉村が5回3分の2 86球9安打5三振5失点っていうところあったけども、でその後大道、アンダーソン、中崎で最後はね抑え栗林っていうところでね、まあ、あの19日の試合もね、抑え栗林が投げて抑えてんだけどもね、しっかりこの日はリリーフが踏ん張って非常にねグッドリリーフっていうところになりましたね。でもまあ広島はねこの4回もそうだけど4回も6回も矢野とねデビッドソンのエラーから失点っていうところはね今後ねかなり命になるから、そういったところはしっかり締めていきたいっていうところもあるし、まあねデビッドソンのね巨人キラーぶりも非常にね怖いなっていうところもありましたけどもね、結果2勝1敗で広島の勝ち越しでした。さあというところでね、最後であの18日のね DeNA 阪神戦で行われたねあの9回の熊谷のね盗塁、そして強打の入るっていうところのね、サウザキの見解っていうところをねまあ解説していきましょうというところでね、まあ結果的にねリクエストがなって結果的にまあアウトになったんだけども、まああのあるところの話を聞くとですね、そのまあコリジョンっていうのはね、まあコリジョンはホームだけに、キャッチャーと走者っていうホームだけに適用されるわけで、まあセカンドにねコリジョンっていうのはないんだけどもね、結果的にね言うとルール的に言うとね、でしかも守備妨害っていうのをリクエストで判定するっていうルールもないんじゃないのかっていう話もある。アウトセーフはあるけども守備妨害だったかどうかっていうのをリクエスト判定でそれを覆せれるのかどうかっていう規定はないんじゃないのかっていう話もあるんだけど、まあこれはねどうか定かじゃないからわかんないんだけども、まあ起きたことだけで言うとっすよね、あれはセーフにするべきだったっていうのが佐々木の意見ですね。で審判の人もね言ってんだけども、故意じゃないからセーフですって言ってんだよ。でも故意かどうかは俺は関係ないと思うの。今現状よ、ホームのコリジョンもそうだし、ファーストのねキャッチャーからファーストで3フィートで中で当たったね、だからバッターアウトですとかもあるだろうしね、守備妨害とかもそうだろうし、ね、わざとやってるやつなんていないから、そうなっちゃっただけ。ホームのコリジョンでもそう、ホームのコリジョンもこんだけダメって言ってるんだから、ホームのコリジョンもわざとやってるやつなんていないのよ。気づいたらそうね、ボールを取ることに集中してボールをかそれたから取って動いちゃったら走路に自分がいましたよとかねっていう結果偶然にみんななってんだよ。でも本塁だって故意か故意じゃないか、偶然か偶然じゃないかね、で判定されないじゃん。もうそこにいた時点でコリジョンになるわけじゃん。
ね、他のポジションもそうなんだよ、ね、教団もそうだし誰でもそうだけども故意にやってるやつなんて一人もいないんだよ。偶然なんだよあれがね。でそれをねもって言ったらあれは故意や故意じゃないなんて分かるかって話なんだよ第三者が。だってみんな故意なんかでやってないのよ、ね、それを故意故意じゃないっていうね主観で判断。しかもね、ね、審判の人が言ってたのを聞くと人によってそれが変わるから同じ状況でもある日がある人が見たらあれは故意だからアウト、ある人が見たらあれ故意じゃないからセーフ。ルールにそんなね主観とか入るべきじゃないと思う。そう考えるとね、あのルールね、今どういうルールか分かんないけどあの現象で一番大事な判定の仕方っていうのは京田選手のあの足のブロック、ね、あれがなかったらセーフかアウトなのかっていうことだけなんだよね。あの状況を見るとあの足のブロックがなければタイミングはセーフなのよ。ということはあの足があったからアウトになったわけだ。ということはあれは走塁妨害に取るべきだね。どっかのちょっとでも空いてたら別だよ。全部ホーム隠してるからね。そういった意味ではね、偶然とか偶然じゃないとかじゃなくてああいう行為が行われた時点でそれはもうね、偶然か偶然じゃないか故意か故意じゃないかじゃないんだよ。故意だとしても故意じゃなかったとしても行われた時点でその結果は変わらないからあれは走塁妨害にするべきだと思うね。だってどのスポーツでもそうじゃん。最近のラグビーでもあったけどハイタックルで頭にタックルしていったらダメなわけよね。その時にでもね、あのビデオ判定でそれを判定するわけよね。悪質なのかどうなのかっていうところでね。でもそれが故意か偶然か故意じゃないかでそれがファールじゃなくなることはないんだよ。必ずファールなんだよ。そこでね、その減刑されるかどうかは退場なレッドカードになるのか審便っていうイエローカードになって10分間退場になるのかね。サッカーでも故意か故意じゃないかでファールかファールじゃないかは決まらないんだよ。故意だろうと故意じゃなかろうとファールはファールなんだよ。それが故意だったらレッドカード退場ね、悪質だったらレッドカード退場、そこちょっと軽減することあったらイエローカードね。で別にそれは仕方ないな、だったら別にファールのペナルティだけでカードは出ないわけじゃんね。だから野球でも一緒なのよ。故意か故意じゃないかが問題じゃないの。その行為を行ったか行われてないかだから、その判定が故意じゃないからセーフ、故意だからアウト、これはもうねおかしいなことなのよ。だからあれはあの行為がなければセーフだったっていう通りで、その行為で走塁妨害にしてセーフにするのが俺は妥当だったと思うね。だから岡田さんが言うようにそれだったらもう全員ああいう風にやりゃいいじゃんっていうね、声じゃありませんでしたって言えばなるわけでしょ。全員そういう風にやったらね、話がややこしくなるじゃん。でまあ審判の人もね、その後のニュースとか見てるとね、検討しますっていうね、あのルール変更も含めて、検討しますっていうね話になってますけども、でもこれね、検討しますじゃないんだよ。ルールを変えますじゃないとダメなんだよ。これね、皆さんずっと見とかないといけないよ。検討するだけで何も変わらないってね、社会のルールでね、よくある話だからね。検討しますだけじゃダメだよ。これはもうね、絶対ね、認識を改めなきゃダメ。故意とか故意じゃないかじゃない。それが行われたか行われてないかだけ。なったかなってないか。なったら、それは故意だろうと故意じゃなかろうと、ペナルティを払わなきゃいけない。それが悪質だと退場になるわけでしょ。ね。故意か故意じゃないかじゃない、そのプレーが起こったかどうかだけで判定をしていかなきゃいけないから、もうそういう風にルールを解釈をね、改善していかなきゃいけないと思うんです。今回を機にね、もうこれは起こったことなんでね、仕方ないと思うけども、あのプレーはね、故意か故意じゃないかが問題じゃない。それが事実としてあったかなかったかね、それによってアウトがセーフになったのか、それによってセーフがアウトになったのかね、それがなければどうだったのかっていうことが一番の大事なところだからね。だって前もあの楽天のね、セーブの時もあったじゃん。ね、審判の判定で、あれはホームに帰れないと思うので。じゃなくてね、怒ったんだからね。怒ったんだから。それはもうホームに返すべきだと思うよね。しかも、2アウト、あれはね、2-3のオートマチックスタートだからね。っていうところもあるから、そういったところはね、まあ、起こった事例をもっと審判の中でね、まあ、やってると思うけどね、検証して、そういったところはね、しっかり変えて、健全だね、そんなもんじゃわざとやらせるぞっていうことをないようにね、しなきゃいけないんでね、まあ、これはもうね、早急な、改善、これ必ず改善しなきゃいけない問題だと思うんでね、もう起こったことは仕方ないんでね、で、これね、誰がいいとか誰が悪いことじゃないから、そういう犯人探しとかね、誰かをバッシングするっていうのはね、絶対やめた方がいいっていうね。誰しもわざとでやってるやつなんていないからね、わざとでやってないからって言ってそれがいいとは俺は思わないから、あれはね、政府にすべき問題だったんじゃないのかなと佐々木思いますけども、皆さんどう思いますか。
はい、ということでね、佐々木の総チェック、最後にね、ベストナインを発表して、終わりましょうというところでね、ベストナイン発表します。まずはパ・リーグからピッチャーソフトバンク石川ノーヒッターおめでとう、キャッチャーソフトバンク甲斐ノーヒッターサポートおめでとう、ファースト日本ハムマルティネスマルチポジション、セカンドロッテ中村翔吾翔吾中村翔吾、はい、サードソフトバンク栗原おかえり好調だね、はい、ショートロッテ藤岡守備も頑張ろう、はい、レフト西武ペイトンテキサス大学、はい、センター楽天辰巳総攻守安定、ライトソフトバンク柳田2位は最低でも行こう、はい、DH ロッテポランコ楽天キラー対楽天3割2分ホームラン7本です、はい、リリーフオリックス山崎総一郎ね、スイタの主婦、はい、セリーグいきます。ピッチャー広島徳田男気完封リリーフを休ませるぜ、キャッチャー広島坂倉日大三高甲子園では負けちゃったけども、ファーストヤクルト大須賀おかえり、セカンド DeNA 牧もうすぐ3割はいこう、サード巨人岡本7打点5得点素晴らしい、ショート巨人門脇主役へ行、レフト巨人秋広対左ちょっとずつ克服してきてますよ、センター阪神近本優勝へレッツゴー、ライト広島野間逆転優勝へレッツゴー、リリーフ広島栗林守護神復活、さあということでね、もう残りね全チーム100試合も超えてきましたしね、どういう展開になるのか皆さんね、プロ野球最後ラストスパートね、佐々木チャンネルもしっかり見て楽しくいきましょうということで、ありがとうございました。